いや暗くなりましたね。いやだいぶきつくなったね。9時過ぎたわ。キャンプ場あるらしいから、うん、そこで今日は一泊しましょう。何キロ？3キロだっけ？3、4キロ、うん、うん。いやー頑張って歩こう。水があればいいね。確かに水があったらでかい、ね、あの洗えるしね。そう今ね5日風呂入ってないんかな。あーもうそんな経つか、うん、1日から。いや確かに洗いたいね。そうなるとぼちぼち。じゃあ行ってこよう。行こう、うん、From Japan? Yeah, I'm from Japan. いやヒッチハイクゲット。やってみるもんだね。ね、ライライYes, nice to meet you. Nice to meet you. Your name? リク。リク。Yeah.まさかのオーナーでした。オーナーだった。これキャンプ場のオーナーです。無事キャンプ場着いてテントも建てました。ということで腹が減った私たちは飯を食おう。飯を食おう。ジョージアで買ってあったパンまだあるから、うん、全然ある。余裕である。クッキーこんな早く来ると思わなかったからね、うん、だって2日だぜここまで。しかも飯もらったりしてるから、うん、恵まれてますね。成功だマジで。よしじゃあパン食っていこう。うん、いただきます。結構ね完璧なキャンププレイスだったから、ね、明日の朝紹介してちゃんと。そうだね、うん、今暗くて全然見えないと思うからめっちゃ楽しい場所。ラブ注入。神フェーズ来ました。やばいよここ。あのね、3本立っちゃった、うん、何が Wi-Fi。 Wi-Fi やばいね。 Wi-Fi 立っちゃいましたね。 Wi-Fi あってコンセントあってしかも室内&タバコ吸える。0円。食料が尽きるまでいるか。尽きそうになったらもう頑張ってヒッチで。だからパン1個残していく。ありだね、うん、イエーイ。とりあえず編集終わらせます。おはよう。おはようございます。やばいね超綺麗。見しちゃうか。ドーン見えないんで今日ね。もうちょっと近くまで行きたかったね。いやでもすげえわ感動。なかなか。まあ今日キャンプしたところがここです。 Wi-Fi もついてるし無料だしここ、うん、チャイも飲めるし、うん、最高ね。マジで。あれ俺らのテント。テントがあって。グモニー。グモニー。ここがフリースペースですね。ここでみんなリラックスして気球見てます。焚き火。焚き火乗りたいねいつか。うん。マジで。すごそう。ここが Wi-Fi あってコンセントがあってこの建物があることによってここが最強になってるよね。うん、でここに一応コーヒーショップもあるね。うん、これコーヒーショップですね。あチャイ飲める。ね。あどうもね。これ行ってんのか。あ、めっちゃいいじゃん、ここ。気球を目の前に、ブランコに乗る22歳。左手にはトイレットペーパー。最高。いやー、カッパドキア。いいとこです。まあ、そういう感じで今日は、一日ゆっくり編集したいと思います。はい、お昼になりました。なんか編集してたらね、オーナーの方にパンと卵もらっちゃった。ほんとすごい優しい。ライパンもらったっしょ。いってるよ。ありがたいね。これどっちだと思う。生か茹でか。絶対茹ででしょ。さすがにだって割れてるぜ。割れてんのかい。俺割れてるぜもう。こうやってやろうと思ったのに。しかもライなんてタバコめっちゃもらってるし。やばいよ。オレンジもらったしティーも無料でもらえてるし水ももらってタバコ10本以上もらってる。ね、マジでありがたい。もうここ最高です。住む。うん。ね、カッパドキアのレッドバリーパーク、レッドバリーパークですね。皆さんぜひここ来てください。めっちゃいい方です、オーナー。景色も最高ですからね。じゃあいただいちゃいます。
おはようございます。今日の方がやばいね、近い。もう5時半で結構移動してますよね。はい、ってことでカッパドキア最終日、何から何までいろいろお世話になりました。レッドバリーキャンプ場でございます。見て、最後にこんなもらっちゃった。マジうまいね。それチョコパイの上位互換。日本のチョコパイよりうまい。2泊3日まあちょうど2泊ぐらいだね。そこら辺のホステルより全然いい。全然よかったね。だって朝起きたらもう気球飛んでんだもん。絶景だよ。ってことで今日はここ出て次の町目指していきたいと思います。今夜っていう町、今夜に乗りつければ今夜、ね、いや今夜中に行けるかな。今夜、まあ、今夜中に行けたらいいね。今夜ね、ワンチャンアンタルヤ、その次の地中海沿いのめっちゃでっかいビーチリゾート都市、行けたら勝ち。まあどうなるか、うまくやる方法は根気や。ヒッチハイクうまいし。ヒッチハイクうまいとかあんのかね。あれあれ、やっぱ指の角度とか。あ、これ大事なんだ。大事大事。あとこの疲れてくるとだんだんこうなるじゃん、これダメだね。やっぱそれダメだね。やっぱ上だよな、俺ピーンだもん、ね、ピーンだからもう親指90度。マジ疲れたらこうしてるから俺左手は添えるだけスタイルでいってるから。え、桜木、桜ひれ。まあ諦めたらそこで試合終了だしね、断固たる決意が必要なんだよねっていうこと。まあ、まあ、お前にしといて7月今日7日、七夕です。七夕に願いを込めましたよ。ハンガリーまで行けますようにと、彼女ができますように。ここで今、絶対違う。彼女と聞き乗りたいなと思って。あ、それわかる、思った。ライじゃないもん乗るの、よかったよかった、ね、危ない危ない、稼げなくてよかった、稼いでたら乗ってたじゃん。でなんかね、感動が忘れちゃうもんね。そうそうそう、やっぱ野郎二人で乗るもんじゃない、やっぱ彼女と来たいね。そうだね。奥さんと結婚したらあのいい本出ると思ってね。あれ洞窟掘ってるが有名なんて。そう俺全然知らんけど、まあ、また来ることは間違いないね。トルコは絶対来るな。トルコは絶対来るね。マジで行く。くれた分返したいよね、今度はね。わかる。じゃあ今日も無計画、どうなるか分かりませんけどやっていこう。レッツゴー。バイバイドキア。よっしゃ、今日も大通りまで来て、始めていこう。今11時40分になる。開始。さあ記録は何分でしょうか。じゃあ作戦としては30分捕まんなかったらちょっと歩く。まあ大体の系統的に30分で、30分以内には大体見つかってるから、捕まんなかったら場所が悪いと。そう、こんな感じでね、傾向と対策でってきましてるよ。成長してる俺らは日々。そういう感じでやってこう。やってこう。はい、10分経過。これしよう、はい、本気で止める。10分頑張れ、本気。来たー。 Thank you。 本気。どこまで行く、わかんない。わかんないね。まあ正直こっち行ってれば勝ち。どこでもいい、持ってく。 Thank you。 Thank you。 おい、よっしゃ、15キロ進んだで。しゃい、いい感じ。やっぱ本気出すと違うわ。じゃあ本気出してどんどん行っちゃいますか。今12時、行っちゃおう。ちょ、作戦ガソスタヒッチハイク、行くぞー。はい、ということで僕ら作戦を変えてですね、今夜までの一直線の道まで2キロ歩くことにしました。そうね、ここまだ分岐があるからね、むずいよね、分かれちゃう車が。2キロ歩いて分岐まで来たけど、まだ街全然なんか捕まらなそうだから、もうちょっと歩くわ。ねえ、街だね。よし、ここからやってこう。結局3キロぐらい歩いたんかな。そうだね。今ね1時12分です。えらい本気出したら1分でいけちゃうもんな。まだ本気出せないんだよね。あー、じゃあ取んなくていい。じゃあ、あ、大丈夫。はい、ということで開始10分でヒッチハイク乗せてもらいました。ありがとう。 Thank you。 とりあえず分岐まで今夜には行かないっていうから、全然ありがたい。この6キロがマジででかい。外めっちゃ暑いしね。あのね、歩くのはね、この旅の上って邪道なんだよ。そう、カロリー消費しちゃうからさ。まあ、行ってこよう。はい、ということでデカ道まで来たぜ。ありがてー。ここまで来たよ、もう勝ち。よし、とりあえずガソスタ行こう。あそこのなんじゃん、最強やん。
カザフあるある。カザフ？違った、俺カザフ編集したから。トルコあるある。ガソスタ到着しました。なぜ僕たちがガソスタ好きなのか教えてください、ライ先生。こちらです、見てわかる通りチャイです。無料チャイ。この無料のチャイとシュガー、大量のシュガー入れまくってぶっくりといっぱいいっときます。あざっす。できたチャイはこちらです。完成です。これがチャイで、シバイティフー。あっちぃ。ポンポン。現在1時35分。よし、チャイもしばいたことだし、いっちゃいかまた始めます。今2時だね、だいたい2時。なんかね、すぐ見つかる気がする。俺は頑張ろう。選手交代。今さ、1台止めたんだけど、ちょっと進ま、あんま進まないのよ。アクサライの手前30キロぐらいしかかかってね。うん、だったらまだここの場所の方がしやすいだろうっていうね。これちょっとステイしたね、賭けだね、うん、初の流し、初の流しだね、うん、これがきっと出るか、今日と出るのか楽しみですね、マジで。いや、俺はね、マジ一発今夜を狙ってるんだよね。一発今夜230キロだね、うん、いける。アクサライまで70キロ、ワンチャンアンタリアまで行きたいしね、今日ね、うん、狙ってる。よし、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ。サライじゃないっぽいんだよね。 OK、 サンキュー。ちょっと違ったって。流す、ステイ。止まったって。アクサライ、アクサライ、とりあえず70キロのアクサライゲット。アクサライゲット、シェイ、来た。行ってく。20分。20分。ないえなんでアクサライエスって言ったのに、あいつ行っちまった。次、ネクスト。次だもん。あれだろ、やっぱアクサライは甘いってことじゃね。今夜だな、今夜だな。これは今夜一点縛りで行こう。じゃあ、うん、じゃあアクサライもう言わない、うん、今夜で行ってみよう。2人だったからかな、でも遅かったから。あ、しょうがね、うん、しょうがね、こういうこともあります。じゃあ次、ネクスト。次、答え、一発チャレンジ。一発きた。今夜、どうせ今夜、もっとくアクサライ、アクサライスパラスタヌルじゃもっとばな。オッケー、アクサライ行っちゃえ。センキュー。アクサライオッケー、アクサライオッケー、アクサライディーバスタヌルスパラスタキー、そうです。センキュー。うわ、ほら一発だ。えい、したー、すごすぎ。一発やば。もしかしてモテ男、うめえ俺。あるよ、よっしゃ、3回までヒット。いけー。いやー、一発いけるのかっけーわ。やっぱね、男の男だわ。男の男、あの漢字の漢と書いてた男で、そう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 、クソ嫌い男です。あ、アクサライ70キロ。イエス、行ってきます。レッツゴー。はい、トランプス恒例のチャイしばき。どちらどちらと右がお茶、あ、こっちがお湯、こっちがお湯。ねえ、じゃあ飲んでから70キロ行ってこよう。すごい。トルコ入って初めて雨が降ってきた。ね、めっちゃ雨。やばい。でさ、うん、今このおっちゃんとさ、トランスレートで話してたんだけどさ、今日おもろいことが分かったね。トルコ人は日本人を地球人だと思ってないんだって。なんだと思ってんのって聞いたら、天使だって。エンジェル。おもろくない？ね。めちゃくちゃ親日やね。言い過ぎだよね、多分ね。セームセーム。なんか俺たちからしたらもうトルコ人が天使だから ね。本当に。はい、ってことでオルタコに着きました。さっきヒッチしたところからだいたい80キロ。ハロー。で、友人の人がね、ディスカ？ディス、友達がアクサライまで連れてってくれるって。ね。あと60キロ。やったね。いやー、ラッキー。行ってくる。僕たちはアクサライについてしまいました。とりあえずチャイしばきにガソスタ来たんだけど、チャイなくね、チャイなくね、チャイしばきなくね。うん、まぁ、あ、ちょっと休憩してから今夜まで、今夜中に着きたいね。そうだね。
今何時？4時10分。あ、結構経ったね。11時ぐらいに確か出たのかな。うん、だから5時間ぐらいかね。思ったより時間かかった、うん、バカ眠い。やばい。昨日の眠さが来ました。マジ？今夜行きの直線道路まで4キロ歩いていきます。まあ4キロなら楽勝だろう。4キロなら楽勝。ガチ道路。あんちゃん、こっからもうヒッチハイクしてこ。腹減ってきた。なんかいい感じの直線だったから、ここでヒッチしちゃおうか。ね、やってみようぜ、うん、疲れたし、うん、4キロ歩けねえ、うん、ここやね。とりあえずなんか全く捕まらないんで、まあ、まだ20分しかやってないけど1キロぐらい歩いてみます。ってことで1キロ歩いてきました。あれです、まあ、日陰だしいい感じのスポットじゃなかろうか。あ、涼しいし ね、うん、ね、あそこに信号があるんだよ。信号で止まったのをここでキャッチ。まあ、こう来るじゃん、うん、こう来たら俺がこう行くわ。あ、そう、こう行く、投げちゃうんだ。で、うん、あー、すごい。で、戻してあげるんでしょ。そうそうそう、優しい。それやってこう。やさお、これは持ってる。やってこう。うん、マジこーい。野球部来た、来たんじゃない。来た、ありがとう。はい、センキュー。よし、ゲッチャー。センキュー。メラバ、ヘロ、ジャポン、ジャポン、ジャポンや、ジャポン、Yes、Where you go？ 今夜、今夜、Thank you、アンタリア、You アンタリア、Me too、あよ、スパルタ、アンタリア、It's okay、Today、Today go to、アンタリア、わ、レディー、やった、これやばくね？神フェーズ来たー。え、アンタリアって500キロだぜ。東京大阪間だぜ。やべえ。あー、やった。いい。うわー。これ、え、本当嬉しい。やばい。スパシーバ。今までで一番インプレじゃね？ね。やば。激アツ展開。よっしゃ。途中で降ろされるかもしれないけど、うん、とりあえずありがとう。ありがとう。行ってくだ。俺の大好物だ。ほら、ありがとう。今日も夜飯。うん。マジ。マジか。マジ。わあ。マジか。マジか。振り返ってしまうほどのビジョン。女の人のケツは見ないと失礼って教わったから。Thank you。Thank you。あけど。ってことで今11時半、5、6時間乗ってたね、うん、でアンタルヤまで残り130キロぐらいまでの町に来ました。到着しました。で、ここで彼らはなんか家に戻って寝るみたいだから、ここで別れの予定だったんだけど、俺らノーマニーだよってなんか話してたら、うん、じゃあお前ら車で 寝ていいよみたいな、明日連れてってやるよっつってしてくれて、マジありがて。明日アンタルヤまで無事行けます。しかも飯もらったね。水と飯ね。なんだろうこの飯。あ、ケバブだ。ケバブもらっちゃったよ。初トルコ料理だね。あー、めっちゃうまそうやん。でかっ。絶対うまいじゃん。よし、いただきます。おー、うめえ。旅中食った飯の中でいっちゃうまい。マジマジ、そんなうまい。お、やばい。これじゃ、カザクのあの魚とどっちがうまい？これだわ。マジ？やばい。ケバブいろんなところで、タイでも食ったし、なんかウズベキとかでもいろいろ食ったけど、全然違う。レベチ。半端ねえ。マジうめえ。まあ、ということで夜遅いんで、食ってもう静かに寝ちゃいます。おやすみ。おやすみなさーい。ペルシア？なんか、帰ってきたね。1時に帰ってくるって言ってたのが、うん、あ、昼の1時じゃなくて夜中の1時だったらしくて、だからもう行く、出発です、うん、多分朝にはアンタリア着くと思う、うん、あのただただ最高のヒッチだったね、うん、うん、
マジで体力お化け一番早く着く方法じゃね、うん、体力お化けすぎる、うん、すげえな。ということで行ってこよう。あんたら行っちゃおう。 Thank you。 シリアムズサオケンニギバ、ありがとう。はい、サオールサオールサオール。あー、ということでやっとね、やっとで着きました。アンタリア到着。長かった。すげえ、今何時、寝てたからもう一瞬だったわ。うん、2時半。1時間半だったんだ。とりあえず朝まで寝よう。おやすみなさい。